どうやって書くんだろうね。マスコ見て。あ、降りてきてる、ほら。すごいね。あ、上にもいる。でもその下からどうやって取るの？あ、棒で出してんだ。すごい。これ食べるかな？このやつ。あ、ほら取れたって。あ、人参食べた。おっかねえ。おっかねえ。どう？うるせえ。今絶対目がのこと狙ってた。約20頭いるチンパンジーを3つ組み合わせは毎日変えていて、まるでクラス分けのようです。本当にチンパンジーたちの名前となっています。誰が見てもどんなにチンパンジーをするためです。しながらそれぞれ頭に息を吸って一発強いよ、チンパンジーが。で寝てるよりあそこ上でほら午前中の仕事は機械の上目の前ここほら動いてる。1時になりました。なんかやってるよ。3種類程度の野菜をチンパンジーが均等に渡るように声掛けをしながら与えていきます。玉ねぎや人参やじゃがいも、 너무 들어가시는 건가? 그건 아직 다예요. 어. 有効キャッチャーをしていますね。チンパンジーの面白い行動を来園者と一緒に観察し、正しい生態を伝えています。閉園時間が近づき、チンパンジーたちが寝室に帰る時間になりました。みんな一斉に帰ってきましたね。夕方は1頭ずつチンパンジーたちが好きなものをあげながらコミュニケーションをとります。握手してメスにはお尻を見せてもらいます。発情状況のチェックを行って繁殖を計画的に行ったとても重要な時間です。指示をした場所を見せてもらうことで早く怪我や病気を発見することができます。お布団代わりに1頭ずつ麻袋を渡していきます。1日の終わりです。一日の作業の始まりです。飼育係がチンパンジーに布を返してと言っています。こっち見ないかな。夕方に渡し、朝に回収します。感じだ。チンパンジーたちが餌をヘゲルソと言われる草を使ったものや周りの種です。動いてる。痩せると同じようにチンパンジーたちが長い時間餌を探すことができるように運動場の印を隠します。台所では朝の餌を切っていますね。リンゴやオレンジが朝の餌です。チンパンジーは嬉しい時や大きい時に感情を表現します。約20頭のチンパンジーを3つある運動場に振り分けています。組み合わせは毎日変えていて、まるでクラス分けのようです。ボードにチンパンジーたちの名前を貼っています。誰が見てもどのチンパンジーがいるか分かるようにするためです。運動場の Please.